裏春日の一角。撮影時では各店舗は閉まっているが、夕方から夜になると各店舗が一斉に開き、一帯の様子は一変する。裏春日とは山梨県甲府市中央の甲府中央商店街内にある観楽街及び風俗街の通称である。甲府中央商店街のうち、主に春日ガアベニュー、弁天通り、春桜井通り、 ベルメ桜町通り、コリドー通りといった大きな店舗やアーケードがなく裏路地の多い小規模店舗一帯を指す。昼間は寿司屋や日本料理店など主に古くからの料理屋が開いている程度であるが、夜になると居酒屋をはじめスナックバーやキャバクラといった飲み店が開店し、昼と夜とで街の雰囲気は一変する。裏カスの飲食街ではサラリーマンや 出張客向けの店だけでなく有志が金を出し合って開く無人会の場とも知られ、店には無人会受けたまわりますなどの看板が掲げられている。また、春桜江通りとその一帯は、ピンクサロンやセクシーパブ、さらにはソープランドといった風俗店がの木を連ね、山梨県だけでなく条例が厳しい長野県を含めた、甲信地方屈指の風俗街となっている。 戦後は売春防止法執行まで赤線地帯であった穴切れ遊郭に対し幸福襲後間も,もなく復興し歓楽街と風俗街が入り混じっていることから青線地帯だったのではないかという指摘もある。浦和の風俗店は風俗営業法の特例を受けているが2010年頃から暴力団同士の構想激化により立ち入り指導が頻繁化しているほか、 表に面した箇所には監視カメラも設置されている。飲み街の入り口は、甲府駅より徒歩10分程度の場所にあるが、風俗街となる地域は、徒歩15分から20分程度とやや遠いため、甲府駅から山梨交通のバスに乗り、商工会議所バス停で下車。これらの系統は、甲府駅以外にも坂折駅、伊沢温泉駅、竜王駅を通っている路線があり、 伊沢温泉や新玄の湯湯村温泉といった温泉街から直接行くことも可能である。土休日には甲府式シャトル、レトボンが走っており、カスガーベニューとベルメ桜町に停車する。ありがとうございます。